こんにちは。はい、第2第4日曜日15時からやっております佐藤純也の日曜クラブ、本日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、ついに今日皆さんお待たせいたしました。多分ねカメラの前の皆さんはもうなんかね正座で待機してると思うんですけども、なんでしょう今日は、グラビアさん撮影会とかね、はい、グラビア活動をされてる方をゲストに迎えまして、もう今日は可愛い女の子がいっぱいいますので、ぜひぜひねチャットの方もコメントたくさんください。早速ですが、チャッターさんがね何人かいらっしゃってくださってます。ありがとうございます。まずはイサオフッセさんがいらっしゃってくださってます。ありがとうございます。あとシカ太郎さんもいらっしゃってくださってます。シカ太郎さん、シカ太郎さん、ありがとうございます。お久しぶりのトーミーさんがいらっしゃってくださってます。トーミーさんありがとうございます。久しぶりです。ぜひぜひ皆さんコメントください。そうなんです、結構ね常連さんが見てくださってて、はい、はい、もう今日もね来てくださって、シカ太郎さんなんかもね来てくださる、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにイサオフセさんはどなたか、どなたか、ファンの方、ありがとうございます。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。ぜひぜひ皆さんあのコメントねどんどん、こういう時にしか聞けないこと、まああんまり変なこと言ったら私がパーン飛ばしますけどそうですね、そうですね、どんどんねあの、はい、皆さんこういう時にはいはいコメントをください。あとですねトーミーさん、ジュリアさんが脱ぐと聞いてきたのですが、あれあれあれ脱がないですよ、私グラビアやってないので残念脱がないんだよね。残念残念残念、ちょっと見たかった、触りてよかったです。まあそんなこんなでこのメンバーでお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日はですね、皆さんまだ初めましてということで紹介のね仕方がわからないかもなので、はい、私から紹介させていただきたいと思います。はい、そのわけでですね、この番組の MC をさせていただいております佐藤純也です。主に活動はまあ MC とかが多いんですけれども、まあ、ユーストニコ生、あとたまにテレビ、あ、そうそう、言っとかなきゃね、6月にテレビ埼玉の方で音楽番組ミュージックアクアという特番やるんですけども、そちらの方で司会なんかもするので、まあ、告知はまたブログの方で書くので皆さん見てください。あとダブルシュガーミックスという佐藤美穂ちゃんと一緒に2人でユニット組んでいろいろやっていってるのとかですね、あとはまあなんだろうな、たまにテレビの、エキストラやったりとか、撮影とかもね、グラビアじゃないんですけども、やれやれってたまに言われるけども、私も年がいがね、いやしないんですけども、じゃあトミーさん、じゃあ帰るか、帰んない帰んない、帰っちゃダメ。はい、でですね、あのそういう活動をしておりまして、アメーバブログの方で佐藤ジュリアで検索していただけたらいろいろと情報が出てくると思います。あとツイッターもやってますので、ぜひぜひフォローしてみてください。はい、なこんな感じです。はい、やれちなみに、ん、何やれやれやれ何やれじゃあ多分グラビアやれってね、考えとく、楽しみにしてるんだよ。そうですね、本当にね見せれるようなお体じゃないので、いや見たい見たい見たい、あ、じゃあ個人的に、あ、個人的に、 ありがとうございます。やった。あとですね、あ、シカ太郎さん、佐藤さん、スタッフの皆さん、ゲストさん、こんにちは、チラリーと、あ、ありがとうございます。あとですね、あのお名前がね出てない方でゲストさんでも見てくださってたりとかしてるので、うん、よかったらね登録してもらったらみんなでチャットしながら、そうですね、はい、番組できます。お待ちしてます。本当にねこの番組あのここにね出てる数だけじゃなくてリアルタイムで300人近くの方が見てくださってたりとかして、うん、なんですか、はい、トミーさん、マネさん経由で強制的にやらせやらない、あのうちのマネージャーの皆川も多分佐藤はグラビアやるなって言うと思うのでうな様、はい、よろしくて、はい、そんなこんなの、今日メンバーになります。ではもう順番にねお隣から紹介してもらおうと思います。どうぞ。はい、どうも、七瀬リオって言います。はい、見えるかな。ね、普段は撮影会モデルとか、はい、うん、あとなんだろう、あ、イベントコンパニオンとか、あとは今現役コスプレイヤーです。だからイベントコンパニオンをの時とかよくコスプレしてやったりしますね。あ、そうなんですね、はい、この前のニコニコ超会議ってやつもみくちゃんで参加しました。あ、そうなんだ、はい、ちなみに今日もこれはコスプレ的
な感じですね。女子高生一応、うん、女子高生の格好で立った方がいいですかね。あのね、はい、そこにねライトを用意してぐるっと回ってもらおうと思ってるので、はい、先にじゃあの紹介を全部してから、ね、後で立ってもらおうと思います。じゃあそんな感じで、やってるんで、はい、よろしくお願いします。はい、ちなみになんかいろいろとお見せしたいものとかないですか？大丈夫？そうですね、ね、そのね、コスプレやってらっしゃるということでですね、コスプレさんのお写真を持ってきてください。持ってきました。なんだ、生足が眩しい写真が見えた。そうですよ、かっこいい。ね、はい、まず、まあさっき言ったおきちゃんとか、あーかわいい、触らせろその足を。こんな感じ で、かわいい。やったり、あ、らしい、いいな、いいね。まあ同じようなボーカロイドだと、ボーカロイド来た、ごめんなさい、何回も持ってますって、こんな感じですね。メイコちゃんとか、セクシーだ、やったりしてます。その首で、かわいいね、本当だよ、大人っぽい、すごい。その腕をこう舐めさせろ、いっぱい見せちゃうと時間的にあれかな。いやいや、もういいですけど、でもね、これはあの本人に会いに来るんでね、楽しみ ね、来てくれれば嬉しいなと。まあそういうのもやるけど、はい、うん、こういうね、あの気持ち悪いのもやっちゃいます。そう、びっくりしたんですよ、アンケートもらっててね。、はい、これ見て見て、わかるかな、キャラクター、まあアニメとかね、みんな知ってる人だとわかると思うんですけど、かっこいい、何かわかるかな。すごい、え、ちょっとね、あ、これハゲズラかぶってやってます。なんだこれ。ちなみに私も大好きだったタイガー&バニーっていうの姉さんっていう、はい、あのオカマのねキャラのね、そうです、男の人なんだけど、お姉ちゃんのね、いい男ってやったりする。ダメちゃいたいってやるんですよ。すね、これはもう生でいろいろと、あ、なんかすごい、あ、すごいですね。これはアートの感じで、まあ、私だけ感動してるんですけれども、あの見たい人は現場に、現場に現場に現場にお水着の写真もある。あ、なんだと、グラビアの、あら、あ、あ、私後でこれペロペロホルダーにさせていただきますので。こんな感じで、はい、いろいろやってます。やってる。え、ちなみにじゃあ一番最寄りのなんか告知的なのとかあります？もういっぱいあるんですけど、はいはい、大丈夫ですかね。あ、いいですよ、もう全然時間はあるので、まず撮影会のお知らせです。スタジオロットさんで、うん、第1回外撮影に出るんですけど、うんうん、10時から1時までもうずっと2人きりで外で亀戸のあたりかな、うん、撮影があります。デート、デート、一枠。それは何ですか、あの服装とかはどういう服装で？あ、これはもう普通の私服ですね、うんうん、なんかポートレートとかやったりとかする感じで、スタジオロットって検索してくれれば、はい、七瀬リオで予約欄があります。ぜひぜひ、はい、でもう一つ、はい、こちらも撮影会なんですけど、うん、ナチュラルスタイルって、こっちはスタジオですね、うん、あのグラビア的なあれなんで水着もあり、うん、コスプレ、うん、チャイナ服とか、うん、まあいろいろ着ますよ。見たいですね。リクエストしていただければ、うん、どんな衣装でも着ます。そんな感じ。これは野外？これはスタジオです。あ、スタジオ、本当のスタジオ。裏安でちょっと遠いんですけど、人によっては来てくれるかな。はい。シャネルの5番っていう衣装はあるんですか？シャネルの5番っていう衣装は何？どうしたどうした？あ、そういう意味ね。分かった、あの私がまとうのはシャネルの5番よ的な感じですね。そんな感じですね。全然もうそんな感じで、こんな感じで、はい、あと1個ごめんなさい。あと1個、もう1個が、うん、リマージュっていう撮影会に、ずっと出たかったんですけど、うんうんうん、ここに今お試し撮影会で28日出ることになりました、うんうん、今2つ埋まって残り2枠です。よかったらいらしてください、はい、お早めに。前旧前田公爵邸っていうところであるんで、あの結構テレビのドラマの撮影に使われたようなすごい綺麗な洋館でやるので、ぜひぜひ。シチュエーションがね、はい、すごい綺麗なところなので、はい、よかったら来てください。お願いします。ぜひぜひ来てください。お願いします。以上です。トーミーさんが帰るぞマジでって、私が出ないからですか？なんで？そんなこと言わない。あと鹿太郎さんが、あ、ちょっとなんか重くて途切れ途切れなので離脱しちゃったりしますっていう、ね、あれれれ、結構スマホでご覧の方なんかはね、やっぱ重くて落ちちゃったり、ね、ぜひぜひお帰りくださいね。こちらにね、戻ってこちらにお帰りください。こちらにですよ。戻ってきてね。でそんな感じも皆さんコメントガンガンくださいね、お待ちしてます。ではではお隣いきましょうか、はい、これだ。はい、春の恵みと言います。あ、ちょっと待って、私忘れてた、ごめんなさい、はい、回ってもらわなきゃね。、はい、そうだ、回ってもらわなきゃ。なんかそこに、もうサイコロの出てくる番組のようですね、はい、今日の、はい、そういう、そういうことです。わー、かわいい、足が足が、あ、
いやかわいい。かわいい。なんだその。パンツ見えそうなんだけど大丈夫。もう全然水着着てるんで。スカートめくりたい。本当だ、スカートめくりたい。年齢的にはちょっとあれかもしれないけどね。かわいいですね。ありがとうございます。かわいい。あれこれなんか勝手に移動しちゃったけど私間違えた。あ、ほとんどいいよ。間違えました。自由なのでこれ。自由な感じで。かわいいですね。やっぱり。足が眩しい。ではでは、はい、行きましょうか。はい、こんにちは、皆さん、はじめましての方も、こんにちはの人も、今日よろしくお願いします。春のめぐみです。はい、ですね、私は普段は、女優さんやったりだとか、うんうん、あとパフォーマンスやって、ちっちゃい子を抱きしめたりとか、まあ、なんかグラビアやったりとか、最近ちょっと何をやって、結局職業が何なのかだんだん分かんなくなってきてるんですけれども、うんうん、はい、春のめぐみと検索していただければ、ちょっと水着の写真とかが出てくるので、よろしければご覧ください。はい、ブログはアメブロでやってる。そうなんですよ。これちょっとリオちゃんのやつに私書かせてもらっちゃったんですけど、ちょっと少々お待ちを、はい、少々お待ちを。はい、出ました。出たなんとですね、アメバブログが最近公式になります。おなりますということで、はい、まだちょっと公式ではないんですけどなる予定です。すごい、皆さん、ね、よろしければご覧ください。それからですね、私が今やってる活動なんですけれども、はい、グラビア関係で、ツタヤプリンセスというものに出ています。うんうん、ですね、はい、撮影会や、はい、なんだろう、ちょっとね光っちゃうんで、ちょっと光っちゃう、前が押し目でよいしょよいしょよいしょ、はい、撮影会やってます。はいはい、5月の25日に撮影会が行われます。うん、場所は麻布十番の VA スタジオです。うん、詳細はこちらの URL を見ていただければいいんですけれども、よろしければご覧ください。はい、なんかね、はい、トーミーさんが春野さんは最近あちこちで見かけます、お名前を見かけると。あ、ありがとうございます。とっても嬉しいです。結構じゃあいろんなところで活動されてるのかな。そうですね、結構前からグラビアはしているので、はい、ちょっと名前たまにもしかしたら、うんうん、あの雑誌とかにも出てるので見かけてるかもしれません。なんか私、うん、あのブログというかブログとかね、結構出てくださる方のやつを拝見したりとか、はい、あと名前ググらせてもらったりするんだけど、結構なんかいろいろ出してますよね。いや、ありがとうございます。あの、おかげさまで DVD も3本出せることができました。皆様のおかげでございます。はい、どういうのかな、続いて、はい、すいません、ツタヤプリンセスでもう一回申し訳ないんですけれども、うん、電子写真集というのを、ツタヤプリンセスの中で発売しております。ツタヤプリンセス の詳細、私さっき言うの忘れちゃったんですけれども、うんうんうん、これは、勝ち抜き戦なんです。サバイバルポイントというものがありまして、うん、12月まで投票が行われます。長いですね、12月まで。そうなんですよ、本当ですよ。でそれで、写真集を買っていただいたりですとかね、うん、撮影会来てもらったりとか、あと、ネットの生放送もやってるので、そちらの方もご視聴いただければポイントが入ることになっております。ぜひぜひいらしてください。ポイントって、はい、なんか一回私ね、あ、はい、さっき言うの忘れたけど、私も今ね、なんかあの総選挙みたいなことやってるんですけど、違う番組で、はい、準レギュラー争奪戦とか言ってね、で1時間に1票とかなんですよ、私。もうどんだけ忙しいねんって話なんですけども、忙しいですね。投票しましたよ。あ、本当ですか。 ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。どうやって投票するんですか。 なんかツイッターとかブログとかにあるので、よかったら踏んでください。頑張ってください。ありがとうございます。いや、そういうのも私のことはいいんですけどそういうポイントって、その何か買ってポイントとか、まあ、ね、どっかに押しにポイント、そうなんです、押しに行ってポイントもありまして、毎日ですね、はい、1日1回、ポチを、まあ、あのブログの詳細の部分見ていただければ分かるんですけれども、うんうん、ブログを、なんて言うんだろう、ツタヤプリンセスの、うん、ところから、それ経由で私のブログを見てくださると、うんうん、私のポイントになります。なるほど、はい、という風になっております。あのポイントね、そうなんですよね、本当にね、積み重ねて積み重ねていかないと、応援してくださってる皆様、はい、本当に一票一票が私たちの生命がかかっておりますので、はい、もう応援してくださってる人はね、いつもありがとうございます。本当にも感謝しております。本当ですよね、私もですね、もうぜひぜひ皆さんお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あとですね、あ、うなさんですね、うなまるうなまるさんが入ってくださってます。コメントください、お待ちしてます。お待ちしております。うなさん
んさ、何お仕事してるのは分かるんだけど、何今日グラビアだから来た、おっぱい見に来たの、ちょっとどういうことなの、そういう感じ。うなさんいつも見に来てよ。いつも実は来ないん、あんまこう来てくれないから。なんだうちの番組にね出演してくださったりとかはあるんですけれども、あの視聴してくださってることはそんな今まで1回ぐらいかな、あのあコメントくださったりとかあるんですけども、なんです、ね、ないつも来ないの、なんで今日は見なさい、いつもおっぱい見に来たの、うなさん。なんだって。ほら、トーミさんもうなさんヤホーとか言ってね。でもぜひぜひね、ちょっと話取りちゃったけれども、この、はい、ぜひぜひツタヤプリンセス、はい、応援よろしくお願いいたします。そしていつも応援してくれてる皆さんありがとうございます、はい、他告知とかはそれぐらいですか。そうですね、告知とか、うん、告知とかとりあえずそんなくらいです。もうブログ見てみたいな。あとはブログを見てください。あの詳細たくさん書いてあるので、はい、ちょっとあれなんです、いい全部言えないので、今日ちょっとツタヤプリンセスだけになっちゃったんですけれども、うん、ぜひぜひ私のブログに遊びに来てください、お願いします。トーミーさんがそらみんな父見に来てるに決まっておろうって。何このこの顔が、顔がなんかあれですね、いいですね。食券乱用させていただいております。こら乱用だと。まあね、そんなこれからね、もしかしたらおっぱい見たいって言ってくれたら、もしかしたらみんな水着着てるらしいから見せてくれるかも。かも、皆さんのコメント次第でございます。あのす、ね、いっぱいねコメントください。そうですね。いいな、ちょっと私も触りたいんで、あと触らせてね。はい、で今日の衣装をですね、せっかくなのであちらの方でぐるっとはーい、アピールしてください。行ってきます、行ってきます。えい、かわいいな、やっぱり。セクシー。これも婦人警官さんですね。はい、婦人警官です。あ、こっちか。かわいい。はい、逮捕してくれ。逮捕しちゃうぞ。似合うね。こんな婦人警官さんいたらちょっとたまんない感じですよね。捕まりたいですよね。なんか中勤とか取ってくれたりとかね。中勤とか取ってくれたり、中勤取ってあげましょうか。かわいい。かわいい。いつもこんな感じで。え、結構そういう、なんだろう、職業的なコスプレすることも多いんですか。はい、そうですね。職業的なコスプレはよくやるんですけど、うん、今はですね、あのアニメのコスチュームとかゲームのコスチュームが着たくて、うん、今ストリートファイター2のチュンリーを一生懸命頑張っております。似合うんですよ。よかったです。ありがとうございます。うん、またたまらん、もしここでまだ出させていただけたら、チュンリーで出ようかなって思います。全然出てください。嬉しいです。はい。ありがとうございます。いや、なんかね、今ねコメントがいろいろ、トーミーさんがそんなこと言ったらコメント父見たいだけになるぞってコメントください。あとですね、鹿太郎さんが時代劇似合いそうなお顔立ちですね。確かに着物とか似合いそう。すごい似合いそう。私趣味で和装とかをよくしているので、はい、和装やったり和太鼓も叩いたり、似合いそう。なんか結構和のものがなんかできます。撮影会でもよく浴衣、はい、そうですね、なんか着物みたいな、そう、着物着たり刀振ったりとか、水戸黄門とかね、お銀とかね、そう、あー、似合う、流れ物お銀になりたいです、ね、めっちゃ綺麗な、うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ではでは、お、ではでは、お帰り、お帰り、ただいま。トミさん、そんな警官おらんわ、あゆあれなんだろう、けしからん、けしからん、ごめん。鹿太郎さんがちょっと上原貴子さんに似てる。あ、それよく言われます、うん、私、ね、すごい綺麗。 ありがとうございます。そんなそんな、うん、恐れ多い。間近で見たらね、うん、あのテレビ、こうテレビというかユーストを見てても綺麗だけど、間近で見たらすっごい美形ですからね、うんうん、嬉しい、ありがとうございます。綺麗な顔してらっしゃる。ぜひ皆さん生で見に来てくださいね、撮影会とかでやってらっしゃるんで。ありがとうございました、はい。トーミーさん、次回から春の恵みを強めでいいよ。どういうことですか。どういうことですか。ではでは、お隣ご紹介ください。はい、みこみこスマイルこと春のみこと申します。ちょっとね、光っちゃうね、はい、前倒し目で、はい、うん、すいません。はい、21歳です。うん、こんなにロリなのに21歳っていうのもあれですよね。たまらん、こんなロリ顔なのにね。どういうことだ。 AKB とかにいそうな。本当ですね。ありがとうございます。はい、が似合う、かわいい。はじめましての方も大勢いらっしゃるかなと思いますので、ちょっと自己紹介させていただきます。はい、趣味の方がまず、電車と歴史と食歴じゃんですね。それちょっといろいろ私オタクとして突っ込みたいけど、電車は乗り鉄ですか、取り鉄ですか。乗りたいんです。乗り鉄なんだ。ちなみにどういう電車が大好きなんですか。あの、長く乗れる電車が好きなので。あ、じゃあもうちょっと寝台的な。はい、長く乗れる。あと湘南新宿ラインだとか、はい、4軒またにかけているので。あ、じゃあ伊豆の方まで行っちゃったりとか。はい、そうですね、はい、大好きで
乗り鉄だって乗り鉄、はい、遊びに来て伊豆に、うん、伊豆出身なので、あ、そうなんだ、そうか、遊びに来てね、遊びに温泉入ろうね、あ、いいな、温泉入ろうね、ちょっとみんなで温泉行きたいな、みんなで温泉行きたい、温泉行きたい、おっぱい見たい、おっぱいロケがやりたい、温泉でおっぱいいっぱいになりますね、はい、で、すいません、告知の方させていただきます、はい、はい、来週5月18日土曜日に、春の巫女初のライブの方をさせていただきます、うんうん、場所はですね、浅草リトルシアター、うん、はい、ですね、詳細の方はブログに載せておりますので、アメーバブログみこみこスマイルの方をご覧ください。それはね、お願いします、みこちゃんのコスプレ、はい、そうですね。でもそのコスプレしながらライブするってことですか？注意事項がありまして、うんうん、こちら、注意、ボカロ曲は歌いません、うん、ギターは弾けません、うん、画像はイメージです受けるな、大切大切だよ、はい、うん、ちなみにこのミクのコスは、はい、春野さんからお借りしました、はい、うんうん、私のコスチュームです、はい、そうなんですね、はい、そうなんですよ、かわいい、あの、私が着るよりミコちゃんが着た方が似合うね、いやいやいや、なんかね、あのルカとかの方が似合いそうだね、ルカか、ちょっと綺麗系の顔してる、ありがとうございます、ルカちゃんなりたいです、あ、もうぜひ、はい、絶対そっち系が似合う、あ、貸してよ、もうこれこう、こう、もう衣装を買う、回す回す回して、ジュリアさんにもこう、あ、本当ですか、あ、そうですね、ぜひ、なんかトミーさんが鉄歴にレイヤーモード、結局はオタの都合いくつだ、はい、そうですけども、そんなことないよ、ほら、佐藤ジュリアの日曜クラブだから、基本はみんなオタクなんですよ、オタクなんです、私と仲良くしていただけるってことはオタクってことなんでね、多分ね、ちょっとみんなネジが外れちゃってる感じ、うん、よく言われる、うな様もよく言うよね、よく言う、ね、よく言う、しかたろうさんが歌手さんなのっていう、あ、普段は撮影会に出て活動してるんですけども、うんうん、今回初めての歌をやろうかなと、そうなの、はい、もともとじゃあなんか憧れてるミュージシャンとかいたりとかするんですか？憧れているミュージシャン、うん、ミュージシャンそうですね、ミュージカルが好きなので、はい、で、入ってくれてたね、はい、で、歌を勉強していたので、うん、なら歌も続けてみようかなというところでライブに出てみようかなと思っております、すごい、じゃあぜひ皆さんね、はい、生歌を聞きに見に行きたい、行きたい、見てください、うなさんが多分おたの集いだと思います、ついでにおっぱいの集いなんだと思う、なんてこと言ってるんだもう人じゃないじゃん、ね、うな様実はむっつりだよね、そうだね、いつもこんなこと言わないのに、ガチむっつりです、気をつけてくださいね、はい、あぶねあぶね、ガチむちむち、ちなみにじゃあ、心地はそれぐらいかな、はい、ですね、じゃあぜひぜひぐるりと、はい、今日ね一番ちょっと露出の高いセクシー、セクシー服を着てくださって、セクシーな見せろ見せろ格好はしないんですけども、それは一応じゃあ撮影会の時の衣装とかなんですか、はい、そうですね、かわいい、今日でも、このために初めて来ました、うん、あ、そうなんですか、ありがとうございます、おニューのおニューを、あら、おっぱいが見えそう、後ろも見たいな、後ろは、後ろがセクシーが、わ、すごい見えそう、かわいいな、見渡してたまらんですね、たまらん背中だな、たまらんす、え、で、いい、その撮影会とかに一番よく着る衣装ってどういう衣装が多いですかね、はい、まあ、コスプレだと、うん、制服だとか、うん、あ、制服、はい、女子高生、うん、はい、あら、似合いそう、似合いそう、メイドとか超似合いそう、このロリは、このロリは、このロリはどういうことなんだ、このロリはあまりセクシーなあの衣装は似合わないと言われてしまう、ほら、そうか、似合ってますよ、でもさ、あのちょっと童顔の子が着るエロ、うん、ありますよね、余計に、そう、余計にセクシーさが際立つ気がする、あ、なんかトーミーさんがグラビア特集なのにみんな露出が足りぬって、そうかな、そうかな、そうかな、何、みんなじゃあちょっと後でおっぱい見たいでちゃんとこうバーって流すな、流してくれればここでおっぱい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 ってね、もしかしたらみんな脱いでくれるかもしれないので ね、 そうですね、もしかしたら皆さんいっぱいコメントください、はい、じゃあありがとうございます、ありがとうございます、そんなね、こんな感じで今日はおっぱい特集じゃないよ、グラビア特集ですおっぱい、おっぱいの集い賛成でって、ぜひおっぱい特集をさせてください、うん、どういうことだおっぱい特集とかないですからね、今日おっぱい特集でいいんじゃない、おっぱい特集にします、ダメダメダメ昼間から触りたいよ、触りたいよ、いやでもね、たまにはね、こういうなんだろう、女の子でワイワイね、うん、ちょっと指紋にはならない程度に、うんうん、やっぱね、おっぱいとかね、こう露出がある番組もたまにはいいんじゃないかななんて思ってるんですけどね、この時間ですけどね、鹿太郎さんが、ね、ジュリアさんも回って
回って今日の4個今日の4個ぜひぜひ脱げって脱がないよ私は本当にいや今日今日回るんですか回ってください今日でも普通の服なんですけどいや可愛い可愛い花柄可愛いすごい夏らしい夏らしいねガーリーですグラビアじゃないですけれどもあの佐藤今日はこういう格好しております可愛い可愛い笑いすぎですよいや今日はですねあのもう暑いじゃないですかめちゃくちゃ、うんはい、なので私今芸人みたいな喋り方になってるけど大丈夫そんなことないですよ夏なんで今日はもうねまだ5月だけど暑いので夏らしくなんか実はもうねキャミガンになってそれを脱ぐパターン脱がない脱がない、ね、水着着てるかもしれない着てるかもしれないなるほど、そういう感じか。着てないですよ、着てないですよ。ってことは、やっぱりおっぱい特集ですね。もしかしたら触らせてくれるかもしれない。まあ、そんな日が来るかもかな。はーい、そう。はーい、そう。もう恥ずかしいよ。楽しみ、楽しみ。いや、もう私もう恥ずかしい。かわいいってなって。ジュニアさんがかわいい。自分のことになると思う。かわいいって来てますよ。ほら、半額。褒められたのによ。よっ。ちょっと待って、戻して。私は前々回にやったから戻してはいあれではですね、うん、気分をですね、はい入れ替えまして今日はグラミアてるすごい、はい、グラミア特集に戻しますもう私は置いといてください、はい、で、そんなわけでですねもうトーミーさんもう下着でも全然いいですよくないよくないよくない下着番組がそうだね深夜になっちゃうね深夜になっちゃうね、まあ、そんなわけでですねああもうちょっとね、ああ私のことは置いといて、はい皆さんにいろいろこれからね30分後半30分いろいろトークしてもらおうかななんて思って、今日ねいろいろと、まあ先にね事前アンケートをさせていただいてるんですけれども、まあいろいろね私もこうグラビアやれやれと言われつつですねやらないんで、はいろんなねグラビアさんに質問私も個人的にあったりとかしてね聞きたかったこととかもねいろいろアンケートをしたんですけれども。まあ、グラビアやって嬉しかったこととか、はい、逆に大変だこととかあるだろうなと思ってやっぱこう、ね、脱ぎシーンもあることですしね脱ぎシーンであと私が本当にグラビアやらない理由って私カメラ苦手なんですよ写真が苦手ですそうなんですかもう全然そんなイメージがなかったね、うん、あの撮られるのがすごい恥ずかしくて、うん、でも私も前そうでしたあ本当ですか、はい、撮影会までやる前は照れますよね恥ずかしいなんか向けられるとドヤ顔でしょ要はこういう感じでドヤ顔ドヤ顔私本当に苦手で撮影が、うん、そうなんですそうなんですよたまにこう撮影されてる時にこの間も、うん、あの洗剤取りに行ったんですよ、うんうん、先月ぐらいかな、うんうん、もうね撮影中に笑っちゃってねちょっとすいませんみたいなちょっと待ってくださいみたいな感じでねこうやってもらったりとかしてすごい苦手なんですけど、はい、やっぱ皆さんそこはプロなのでねこう一番決めポーズとかあるわけじゃないですか、うん、そうですね、まあ、やってればなんとなく、ね、自分の一番いい角度ってあるわけですよねありますあります顔の向きもそうだし、うんはい、体の体型というかいろいろあるじゃないですかあの、うんグラビアさんってこうおっぱい寄せるパターンとか、はい、こう前鏡になるとか、うん、いろんなねその体の角度で自分の体が一番見える、はい、こう綺麗に見える角度とかでねありますね撮ってもらったりするわけじゃないですか、はいねそうですね、その辺をねいろいろ詳しく聞いていきたいなと思うんであの視聴者の皆さんももしそういう何かご質問とかあったらねガンガンコメントくださったら聞いていこうかなと思ってます早速ですねトミーさんがおっさんがいけない時にそんな特集やるからバチじゃってなんでだ言ってくれないじゃないですかトミーさんバチじゃんもう1年ぐらい会ってない気がするんですけれどトミーさん、はい、昔ねあの何回か来てくださったりとかあってねあぜひぜひまた待ってますよそうぜひぜひでまあさっきもちょっと触れたんですけどもグラビアやって嬉しかったことと、はいまあ、辛いことをちょっと聞いていこうかなと思うんですけどもではまあもう順番にいっちゃいますかね、嬉しかったこととかだと、うん、やっぱり私はもともとカメラが苦手だったっていうのもあるんで、うん、なんかこんな風にかっこよく撮れたのみたいなこれ私みたいな風に撮れるとすごい嬉しかったり、うん、嬉しい私胸そんなないしくびれもないんですよ、ないんですよだからそれをちょっとごまかしじゃないけど、うん、なんか自分的にポージング工夫して、うん、それがこんなくびれてるっけみたいに撮れたりすると嬉しかったりします、さっきの写真見たけどさ、可愛いあれはすごかったなんかこうシュッシュッってなっててあれはねすごい反ってんだよ、うん、
すごい反ってるの、すごい反るとこうくびれができるんだよ。あのやっぱりそういう、私もまあさっきね言ってたのと同じように、その自分でしか見てないけど、やっぱカメラ撮ってくださった方の目線で撮ってもらってるから、うん、全然自分じゃない自分がいたりしますよね、うん、そうですね、あこんな表情するんだとか、うんうん、面白くなってきますね、はい、うん、確かにあるかも。そうですね、あと辛いこと、あ辛いこと、辛いことはやっぱりこういう見られるお仕事だから、うん、あのちょっと太ったりとか肌荒れとか、うん、そうだね、まあ、あるある、そう、女の子だとやっぱ体調のあれで、うん、そうですね、なんか体型がちょっと違うってなった時にカメラマンさんに言われたり、あと自分で写真で見た時に あれって思った時、結構分かる、なんかそれは分かってるから言わないで、分かってるよって思っちゃう。そうなんですよ、 それで、あ撮影前だから今日は食べないようにしようとか、それは辛いですね。そうですね、うん、やっぱりそのこれがもうプロの仕事になっちゃいますよね、その体調管理、体型管理、うん、ね、やっぱその写してもらうのが作品じゃないですか、うん、一つ一つがね、うん、作品なんで残っちゃうわけだし ね、うん、そうですね、私それもあってね苦手なんですよ、残っちゃうじゃないですか、残っちゃいますね、なるほど、うん、確かに、だからね結構撮影とか苦手だなってなっちゃったりするんですけどね、はい、うん、トーミーさんが別に普通にしてれば勝手に撮る、撮影会は目的じゃなくて手段、なんてこと言うんだ、何の手段だ、待て待て、うん、なんかやっぱそういうのがやっぱり辛い、ちょっとね、なんか申し訳ない、せっかく撮りに来てくれてるから、やっぱ自分も綺麗にっていうか一番いいベストな状態で臨みたいじゃないですか、そうですね、それがちょっと肌荒れとかなってたりとか、ごめんなさいってなりますね、なんか申し訳なくなるんだよね、なんかね、そう、うん、それはそうだね、それ本当にそれがもう一つの作品だからね、そうですね、撮ってくださった方の一枚が本当に今の自分のね、象徴というか作品になるんでね、ですね、まあだからこそなんだろう、太ったりは結構しなくはなりましたね、そうなんだ、実は1年前とか20キロぐらい太ってた、全然見えない、そんな感じに20キロぐらいプラス太ってて、でコスプレとかこういう仕事 したいなって思ってから、うんうんうん、頑張った、20キロすごいですね、すごい頑張った。新しい視聴者さんが、シュガージーさんがいらっしゃってくださって、ありがとうございます、シュガージーさん、コメントください、私のお知り合い、あ本当ですか、はい、またよくしていただいてるカメラマンさんです、いらっしゃいませ、コメントくださいね、今日しか聞けないこともあるかもしれないのでね、うんうんうん、いやでもそこ触れようかな、せっかくなので、20キロどうやって痩せたの、ですね、うん、結構私トマトの、うん、あのミネストローネが好きで、うん、トマト、そう、それで結構もう夜はスープ系にしようと、うん、あー、まあ、もう食べない、そうですね、やっぱり食事すごい食べちゃってたので、うん、なんかそれを抑えようと思って、うん、であと甘いものもすごい好きだったんですけど、うん、それをちょっと1週間に1回だけにしようとか、運動は、運動ストレッチとか、えらいぐらい、えらいよ、体は割と柔らかいです、恥ずかしくなってきちゃった、なんで恥ずかしくなってきた、20キロ頑張りました、でもすごい、なんかね、うん、やっぱ大学とかの友達とかに久しぶりに会うと、うん、痩せたねみたいな、それはびっくりするよね、誰ってなるよね、20キロも痩せてたら、はい、で太らなくなる体質になった、そうですね、あそうだ、私もねすっごい太りやすくて15キロとか太ったことがあるんですけど、今プラス6ぐらいなんだけど、治んなくなってきてね、その太っちゃったらなかなか、まあ自分がもう30過ぎてるんで余計だけれども、あやっぱすなんかね、一回落とすのは簡単なんですよ、うんうん、でもそっからあの戻るリバウンドまで耐えるのが辛いです、だいたい3ヶ月から半年その体重キープしないと、ちょっと食べただけですぐ戻っちゃうんですよ、あとねまた新しい方が、バルスイートさんかな、あ、バルスイートさん、バルスイートさん、あら、ありがとうございます、来てくださいました、ぜひぜひ、嬉しいです、今日もガンガン入ってきてくださってますね、コメントしてね、うん、してねって鹿太郎さん、20キロはすごいですね、トマトダイエットですか、本当です、そうです、トマトダイエット、これみんなね、頑張ろう、私も、水もやっぱり朝に起きた時、うんうん、コップ一杯の水、水ね、あの軟水と硬水だけやっぱ硬水飲んでるんですか、コントレックスとか、私特にこだわってないです、そうなの、コントレックス高いし、高い高い、別に普通の水でも全然問題ないんですよ、でとりあえず1日に例えば1リットルだったら決めて、絶対そのぐらいの量飲むとかすると、やっぱ
女性って便通とか良くなかったりするけど、うん、それが良くなったり、うん、代謝がとりあえず良くなると。お野菜食べるの大きいですよね。そうですね、うん、あとトマト、やっぱりリコピン、リコピンリコピンですごい痩せる。こういう話題になったんで、せっかくだからちょっとね、まあ、女の人見てくださってるか分かんないけれども、そういうなんかちょっとダイエットとか健康気をつけてるの、はい、どういうのしてるんだろうと思って。健康気をつけてるとかは、うん、とりあえずは私はお腹出さないように腹筋をしてます、うん。おしかも偉いのかな、あのしかも結構ハードなやつで、うんうん、椅子に足かけてふん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 やったりとか。ジムに通ってるんですか？いや、ジムに通ってないで家です。家で、うん、家でちょっと暇な時とか CM にドラマ見てて CM に入ったら、うん、よしと思ってベッドとか椅子とかに足かけてふん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 やってたりして。すごいな。そうなんで、たまにお腹が割れてるところが見えるかもしれません。あら、おー、ちょっとまだそこまで、なんだろう、なんか最近戻っちゃったかな、そこまでなんか、うん、なんかすげえ割れてるって感じじゃないんですけど、ある時にパッて見えたりします。あー、すごい、すごい。え、太ったりとかはあんまりしないですか？もともと痩せてる？いや、高校の時は結構あって、結構あって、今よりプラス5キロくらいあって、あのメロンパンハマっちゃって。メロン美味しいですよね。メロンパン食べてしまったら、まあ太ってしまったと。で、大学に入って一人暮らしして、なんか食物というかあんま取らなくなって、食べ物を、うんうんうん、あの忘れちゃって食べるのを、うんうん、したら今に至りました。大丈夫？それ忘れるの？なんかいや、お金なくて本当大学の時とか、うんうんうん、あのブラックサンダーあるじゃないですか、うんうん、あれがお昼でしたね。トミーさんが腹筋割れてる見たいって言ってる、ね、うわやばい、ね、そこまで言うとあれなんだけど、あとね、そこまで言うとドキドキ。これいろいろ私が右にしみるわ。やっぱり、見せる相手がいるってのが一番いいんだろうと思う。見せる、いつも見せてるじゃないですか、カメラの前で。いや、体顔とかで、撮影でってことですか。お腹とかね、あの見られてることで緊張して体も引き締まったりするだろうかね。私なかなかね、裸見せる機会なんかないので、あのヒリア中ですので。ヒリア中、それはオタクなので多分ここ一緒かと、一緒だと。なかなかいないのでね、もうその話したらもう長くなっちゃうからあれなんですけど。いやだから鹿太郎さんがすごい割れてるんだ。なんかそこまで言われるとちょっとなんか恥ずかしくなってちなみに今日水着着てるのはお腹見える、はい、お腹見える？んビキニか、繋がってる。私、いや、見えます。あビキニです。見せてもらおうかな、後でもしかしたらみんなでね、もうせっかく私も見たい。いやいや、ていうかすごいおっぱいなんですよ。本当ですか？ちょっとね、エロいでかい、そう、でかいの。でかい、みんなで触って。おっぱい、トミーさん、だからそこを脱げ、脱がないよ脱がないよ、ここでこっちに、どんだけ言われても脱がないよ、ね、うん、触りたい。ちなみになんかそういうダイエットとか体の、どうつけてるのかあります？おいえ、あれですね、私、さっきも言ったように、うんうん、趣味が食ということで、うんうん、とにかく食べちゃうので、うんうん、すぐもう太っちゃう。え、でも全然、うんうん、そんなもんには別にぽっちゃりとかじゃないし、グラビア体型って感じ。このロリが、このロリが、このロリがツインテが、この野郎ツインテ、かわいいぞ。じゃあ運動するんですか？運動も嫌いなので。嫌いなの？そんだけ食べて運動しなくてその体型維持するってすごくない？羨ましい。なのでもう最近は、うん、ご飯は、うん、普段食べる量は継がない、うん、半分にする。偉いぞ。帰りにコンビニは寄らない。寄らない。なるほど寄っちゃうんだよね、お腹空くとね。そう、本当ね、私も身に染みるわ。みんなのこと聞いて頑張ろう、私も。いやで、ちなみにじゃあ、辛かったこととか嬉しかったこと、何か話は戻すんですけれども。ん、あ、私だ、はい、すいません、ちょっと、はい、天然さん、天然さんじゃないですよ。楽しかったことですね、はい、楽しかったことは、あの撮影会とか行くと、お姫様扱いしてくれるのがすごい嬉しいんですよ。ちょっとわかる。あのこうやって待合室です、あのここで待っててくださいねって言われて、ちょっと綺麗な、なんだろう、なんだろう、スリッパっていうか、なんか敷物とかのところに行って、うん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 、開けると飲み物とか食べ物がちゃんと置いてあって、あるね、まあ嬉しいと思って、うんうん、それを食べてると、なんかまた担当の人が入ってきて、うんうん、あの寒いとかなったら行ってくださいねとか、優しかったり、あるある、なんかすごい、なんだろうな、なんて言うんだろう、すごい お姫様扱いしてもらえるんですよ、うんうん、でカメラマンさんも、まあ、カメラマンさんも仕事で可愛いねとか美人だねとか言ってくれるんですけれども、うんうん、それが
あ、嬉しいな、こんな褒めてくれる人がいるんだ世の中にはと思って、うん、あのちょっとウハウハしちゃう、撮影の時は。ちょっとわかります、ね。わかりますか、うん、もう嬉しくて嬉しくて仕方ないんです、あれが。カメラマンなんかが撮ってくれる時に、あ、今の表情いいねとかね、可愛いねって言ってもらったら、ちょっと嬉しくなっちゃう。嬉しくなっちゃって、ドヤってやっちゃいますね。ちょっとドヤってやっちゃって。うんうんうん、でもあれなんですよね、やっぱりそういうのって顔に出て、うん、普通の撮影会でも可愛いねと撮ってくれる人には、うんうん、多分可愛く写ってるんですけど、うんうん、あ今日ダメだねっていう人は本当に残念な感じで写ってるから私多分気持ちに出やすいんだと思うんですよ。もうぜひあのカメラね、はい、皆さん撮影会来てくれさるね、応援してくださってる方はもう可愛いと、うん、可愛いって言ってくれると嬉しいです、うん、いい表情で写真が撮れると、はい、うん、ちなみになんかやっぱ辛かったこととかあります？辛かったことはですね、うん、私そのさっきもありましたけど、うん、おっぱいが売りなんですよ。すごいおっぱいだった。おっぱいがありがとうございます。おっぱいが売りで、でそのことで、うん、お仕事いただくじゃないですか、うんうん、おっぱいについて、おっぱいだから来てくださいって言われるんですけども、うんうん、おっぱいの、わかる、私後で来るからね、その話してたんですよね。そうなんですよね。わかる、もう言って言って、メールして、はい、うん、でそれで、うん、おっぱいだから私は仕事に呼んでもらえるんだったってことで、うんうんうん、なんかおっぱいがなかったらじゃあ私は呼んでもらえないし、しかも中身の技能とかも見てもらえないことが結構あって、うん、あ、こいつおっぱいだから仕事に追われたんでしょうみたいな風に思われちゃうのが結構辛くて、うんうん、それからなんだろうな、舞台とかで、うんうん、その戦うシーンとかがあると、うんうん、この子グラビアだけど戦う演技とかできるんだろうかとか結構思われちゃったりとかして、そこが私がちょっと今悩みなんですよ。結構もうおっぱいっていうレッテルじゃないけどいいことなんだけど、おっぱいっていうイメージをつけられちゃったから、他の演技とかもできなくて踊りも歌もできなくて、ただおっぱいがあるだけなんでしょって見られてるような気がして、なんかそれが私の中でうん、ほーんって思っちゃう部分です。わかります。ありがとうございます。ちょっとね、事前アンケートの時メールとかでちょっと言ってたんだよね。そうなんですよね。私も今も全然グラビアやってないけど、やっぱどうしてもその関西にいた時に、まあテレビに出るきっかけになったのが、喋りもあったんだけども、やっぱおっぱいキャラの需要の感じだったんですよ。若干ね、おっぱい席みたいなところがあって、一番おっぱいが映るようなね、場所に座って、で、やっぱおっぱいの話振られたりとかしてたら、わかりますよね。本当にこれはね。これ見てるとここに書いてあるんですけど、おっぱいの、うん、じゃない人から見ると、うん、なんてこと言うんだみたいなこと書いてあるけれども、うんうん、でも、うん、おっぱいのある人にはおっぱいのある人なりの悩みがあるんですよ。そうなんですよ。武器だけど、それが逆に自分の、うん、なんかマイナスの方に行っちゃったりして、ね、そうか、そういう悩みもあるから、ね、そうなんだよ。例えばね、まあ、ちょっと話ずれるけど、例えば恋愛にしても、はい、例えば私のこと大好きって言ってくれる人ってやっぱ巨乳好きの人が多かったりするでしょ。でね、それはまあ分かりますよ。女の子だってそれはイケメンがいいとかさ、こう外見で入る人もいるし、私はそうじゃないけど、でもやっぱね、やっぱそのおっぱいが好きで私のこと大体好きになってくれたらチビでぽっちゃりで巨乳好きっていう、もう全員そうなんですよ今まで。なんかチビじゃないじゃないですか。いや、めっちゃちっちゃいですよ。私152センチしかないので。私もちっちゃい。かわいいサイズ、かわいいサイズ。全然ちっちゃいですよ。だからなんか、そんだけちっちゃいのに巨乳っていうので、うん、やっぱなんかちょっとその、なんだろう、カテゴリー的に好き。ロリ巨乳、ロリ巨乳。そうですね。ジュリアさん自体の中身じゃなくて、うん、そう、カテゴリーで好きになって、られてるみたいな感じで、複雑になるんですよね。そうなんですよね。だからなんか変な話、おっぱいがでかけりゃじゃあ誰でもいいのかって逆に、ね、あると思っちゃう。だからすっごいね、おっぱいの話しか言われない時とかって、うん、まあおっぱいは包茎できるからねって言うんですよ、私いつも。なるほどですね。そのそれでその場の空気を壊してしまうんですけども、うん、それ使わせていただきます。公共できるからね。そう、逆にじゃあない人の悩みを言っていいですか、うん、はいはい、はいはい、ないとね、あれここでも手を挙げてるぞ。水着によって、うん、ワイヤーが入ってなくて紐だったりすると、はいはいはい、漏れないんですよ、うん。でもなんかほら、いろいろなんか入れるものあるじゃないですか。入れてもなんか限界があるんですよ。で、この前の撮影の時に、うん、なんかカメラマンさんが下着を、うん、下着じゃない、水着を用意してくれたんですけど、うん、もう全然漏れないやつで、うん、ごめんなさい、でそれで着てったら、うん、意外とないねって言われて、あ、私が洗剤で使ってる写真って結構こう持ってるんですよ。だからないねみたいなことを言われると、うんうん、ごめんなさいって。ある子にはある子の悩みで、ない子にはない子の悩みなんですよね。そうだから私は
ジュリアさんとかメグちゃんとかが結構羨ましかったりしました。でも変な話ね、うん、私とかあの普段も、まあ、グラビアもやってないからだけど、うん、盛らないしなるべくおっぱい出さないようにはしてるんですよ、うん、そしたら意外と、まあ、例えばテレビの仕事とかで行って衣装出された時に、うん、逆に入れなかったですよね、おっぱい。あ、確かにそれはありますよね、用意してもらったけど、どうしよう、入らないみたいな、閉まらないみたいな、閉まらないって時もあって、そんなこと言ってみたい。なんでいいな。体自体はちっちゃいから152しかないので、まさかおっぱいが大きいとは思わないんですよね。そうで来たら、まあ、そのおっぱいに合わせて着るじゃないですか、そしたら私ちっちゃいから丈が長かったり肩がもう全然この辺に来たりとかで、私すごい、でもちょっと燃えるんじゃないんですか、あのなんかダブダブ T シャツ的な、彼氏的な燃えみたいな感じになりますけど、私もすごい変な体型なので結構そういうのはね、はい、大変だったんですよ。大変な、閉まんないですよね。閉まんないですね。今日これやっと閉まってるので、はい、結構大変です、ね、いいなってなりますよね。なるよね。例えばどうな、なんかおっぱいがなんか小さく、なんかあるじゃん、嘘つくなよ、どうなの、なんかおっぱいみこみこあると思う、普通に、うん、全然出てるんだもん、またこれトミーさんが多い、時間足りなくなる。そう、私いっぱいアンケート取ってきたのに全然この話で盛り上がってる、盛り上がってしまった。まあでもそういうね、あるにはあるの悩みが、はい、そうなんですよ、分かってください、中身をね、はい、見てください、と見てください、中身もぜひぜひ、はい、ではでは、お隣どうぞ。はい、ああ、私、そっか、嬉しかったこと。うん。うん、嬉しかったことは、うん、まあ、普通に生活してたら、出会えないような方にも出会えたり。うん、あ、例えば。例えば春野さんとか。なんだとリオネルとか。マジか。マジか。見たおかしい。なんだろう、おっぱい触った、うんうん、あとファンの方たちもそうですよね、取、うん、りに来てくれる方、うんうんうん、もう皆さんに支えられて毎日があるなというところですよ ね、 そうだね、ありがたいね、ありがたい、はい、それがもうありがたい、はい、はい、嬉しいことですね、はい、逆に、はい、つらかったこととかは、つらかったことは、まあ、さっきお二人の話とも、まあ近くなっちゃうんですけども、はいはい、私それこそもう食べちゃってで痩せなきゃ痩せてっていうのを繰り返しているので、うんうん、その度になぜか体重は減るんですけど、うんうん、胸だけなくなっちゃって、分かる、お腹だけお肉がついてるっていう、全然、いやでもついてないけど、うんうん、分かるよ、胸から落ちますよね、胸から落ちて、そうなのかね、うん、痩せて胸落ちる、胸は私殺される殺される殺される挟まれた挟まれた、でもこれぶっちゃけ痩せても胸そんな減らなくない、あんまり減らないよね、そうそう、どういう痩せ方をしてるかを知りたい、わからない、なんだろう、多分だけど、うん、まあ、これちょっとまたおっぱい談義になっちゃうんだけど、ぶっちゃけアンダーとトップの差がカップじゃない、うん、そうですね、だからその確かに痩せたらちっちゃくはなるけど、うん、アンダーもちっちゃくなってるから、うん、カップ数そんな変わんないですよね、うん、私は多分なんだろう、筋肉だけ鍛えてるから落ちないパターンなんだと思います、あ、もう下の、うん、筋肉だけ努力してる、いやいやいや、鍛えよう、うん、そうしよう、筋肉だけ鍛えてるからこっちは落ちないで筋肉だけついてみたいな、うん、なでもその代わり、うん、ほら体重は筋肉分重くなるから、うん、どうなんだろう、意外とガッチリしてるのかな、ガッチリなんですよ、でも骨太なんです、すごいなんか女性らしいラインが出てるから羨ましいです、おっぱい体操とかすればいいんだよ、これ、ね、一時期やってたけど、やってた、やってた、これ見込めなかった、聞いてるのかな、改善が見込めなかった、キュッてやるとおっぱいキュッてなるよ、なんか確かにキュッてやるとキュッてなってたよ、なるほど、うん、なんだっけ、みんなでおっぱいなるなる、おっぱい特集じゃないですよ、変わりたい、今日本当そうなってるけど、本当だね、だやっぱ本当に辛いことで、やっぱ体型維持、体型維持は辛いです、大変だもんな、ね、やっぱそういう、本当にグラビアさんとかやってたら結局やっぱおっぱいって扱いになっちゃいますもんね、そうですね、なんか衣装にしろ水着にしろね、うん、だからトーミーさんもね、やっぱ最初は父で会いに行くからなってやっぱ最初のその取っかかりはね、じゃあやっぱがっかりさせてる私、いやいやいや、いやそんなことないよ、最初はだからね、最初はだからなんかそこで中身もね、ある方としてはそのなんだろう、中身を、中身をおっぱいで来られても中身で見てほしいし、中身も見てほしい、でまあそのない組さんたちは、うん、ないけど
もっといいところいっぱいあるよと、見に来て会いに来てくださいってことですよね。はい、まとめときに、ね、みんなあれだね、みんな違ってみんないい、そういうことで、はい、だからね、ないものねだりってある、ありますよね。だって私は逆にスレンダーな子の方があれですもん、羨ましいなって思います。私もそう、なんで背が高くてこんなスラッとして、何食って生きてんだってのありますもん。手足長くてね、本当ですよね。私身長縮みたかったですよ。縮みたかった。165あるんです。羨ましい。バレーボールやってたから、もうがっつり大きかったんですよ。でもこういうやっぱ今男の人結構ちっちゃいじゃないですか、うん、ヒール履くと私普通に越しちゃうんですよ、うん、もう 見下ろしちゃうから、うん、あのちっちゃい子ってヒール履いても追いつかないみたいなのすごいやってみたいと思って。そんなことない、うん、結構こっち側は辛いんだぞ。ぬっ って大きくなって、あ、ごめん、こうしちゃったみたいな。私150ぐらいの友達とか喋ってたら声聞こえないって言われて、そう、それなんか普通にこう喋ってると、なええみたいな感じで、それもこうやって喋るし、それもかわいい、かわいい。私意外と背の低い方とお付き合いすること多いです。ほえー、うん、ないですね。みんな170前後ぐらいの人ですね。170前後だともう本当私ダメですよ。170前後多分一緒に歩いてたらきっと かわいそうなのかなって思っちゃって、自分がそんなことないかもしれないけど、ないものねだりだよね、うん、それそやっぱそうだ。顔濃いから顔薄い人好きだしな、結構。なんかやっぱないものでないだろうね。お人形さんみたい。でも私は赤かったっていう。そうだね、もう今日は本当にこんな話してたらね、めっちゃ時間が早くてね、もうあと5分ぐらいしかなくて。何ですか、早い。もうそう、アンケートもいっぱい取ってるのに全然喋れずじまいなんだけど、おっぱいだ。ちょっとせっかくなんで今日水着着てくれてるっていうから、はい、ちょっとね、あとでみんなでそこで脱いでもらいたいので、はい、用意とかできます？もうなんかおっぱいってみんな言ってくれてるので、じゃあ生着替えをしながら喋りましょう。最後おっぱい見たいかい？見たい？見たいか？ちゃんと見たいか？私は見たいぞ。見たいか？なんでもない。じゃあなんかトーミーさん、ジュリアさんは全く原稿一致してないと思う。え、どういうとこがですか？イケメン好きじゃないというのにイケメンが好きなところとかですかね？おやおや、おやおや。この間からね、なんかなんですか、本当に顔薄い人大好きって言ってるのに、それはちょっとってみんなにすごい言われて、おかしいなとかね。あ、見たいって。見たいって。お、じゃあ、ましたみんな脱ぎながら。座りながら脱げます？私脱げます。黒タイツ履いてるんですけど。セクシーなこと、なんか全部じゃなくても全然ちょっとね、破っちゃえ、あ、破っちゃえ、もう使えなくなっちゃうよ、もう使えなくなっちゃう、佐藤も脱がないよ脱がないよ、脱げますか、ちょっと偉いな、脱ぎながら、ちょっとこれ脱ぎながら放送って入ってない？やばいね、そういうこともありで、やばい、一人ずつ自己紹介で、脱ぎながら自己紹介行く？脱ぎながら自己紹介する、時間大丈夫かな、サクサクっと、じゃあその端から順番にちょっと喋りながら脱ぎながら、はい、すいません。あ、じゃあせっかくだからライブの前で。はい。すごい、すごい番組初だよ。もうね、あとね、それ手こずるよね。あと5分ないからね。はい、すいません。すごいエロいな。はい、春野さんがボタン取ってくれてます。女の子の洋服を脱がすなんて、こんな私にこんなことをやっていいのかって。さすが。ちょっとも。宇田さんがさ、ジュリアさん、分かってますねっていう声をかけてた。分かってないよ、脱がないよ、私は。分かってますね、分かってないよ。え、もうトーミーさん、だから毎回佐藤が脱ぎながら、脱がないよ。かわいい、緑。かわいい。白の水着だぜ。あら、水着が。あ、おっぱいおっぱい。おっぱいだ。おっぱいあるじゃん。おっぱいおっぱいあるじゃん。じゃあもう次、どんどん脱ぎながら。はい。すごいね。何これ、みんな立ってる感じ？そう、立って。わあ、めっちゃエロいんだけど、やばいな。うなさん、くそ、現場行けばよかった。マネージャー、マネージャー。わあ、触っていい？触っていい？すごい！でかでかい！おっぱいキャラになってしまいました。この後に出たくね。キューティーハニーだよ。キューティーハニー似合いそう、キューティーハニー。本当にやりたい。ちょっと下があれなんですよね。脱げなくて申し訳ありません。これ今日なんでみんな見に来てないかね。じゃあ、いい？はい、どうぞどうぞ。この後に出たくないけど。すごい！佐藤さんが放送事故、放送事故。放送事故。だ
るんですか？スタイルいいな。あの足がない分足で勝負。お腹が出てない。お腹が出てない。でもくびれてないんですよ。そうだから撮影の時とか横になって。薄っ。薄いよ。薄いな。触らせろ。お尻てへへ。え、腹筋割れてんじゃないの？割れてないですよ。割れてるよ。ぷゆですよ。すごい。ちょっと今日皆さん来てないことを激しく後悔しなさい。そうだ、告知するの忘れた。あ、告知。じゃあ最後にね、一人ずつ簡単に告知をしてってもらおうかな。あ、さっき言うの忘れてたんですけど、はい、七瀬リオってブログで検索していただければ、はい、さっきの撮影会の詳細など出てるので、はい、よかったら見て来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。どうぞ。はい。うわ、おっぱいすごい、はい、おっぱいです。はい、春の恵みです。ですね、今日は皆様見ていただいてありがとうございます。触るな触るな触るなこらすごいすごい、はい、今伝えやプリンセスのセミファイナルに参戦中でございます。はいはい、サバイバル乗り越えていきますので、皆さん詳しくは私のブログの URL を見てください。はい、投票してね、投票してね。はい、また、出れることがあったら嬉しいな。よろしくお願いします。全然出てくださいよ、本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。ではではお隣。はい、来週18日に、初ライブの方浅草でやりますので、皆さんぜひお越しください。うん、また呼んでください。もう全然来てください。言うの忘れてた。呼んでください。いや、もう全然来てください。行きたい。みんなで伊豆に温泉に行きましょう。行きましょう。日曜クラブ女子会編温泉みたいなね。はい、湯煙殺人事件。そうそうそう。誰も知らない。着物で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 。そんなこんなでですね、はい、皆さん集まって集まって、はい、はい、そんなこんなで今日は、グラビア特集ということで、このメンバーでお届けいたしました。ではでは、ぜひぜひまた次回も見てください。